はいどうもこんにちは、スタッフです。じゃあ続きやっていきたいと思います。住みこなす都心という最上級の迷宮を。なんかあったな、そういえば最上級とか都心とかカーリングホーム、なんかこれカーワリングホームだよね。という情報はシューターと一緒か。ぴょんぴょんぴょん。目を見てください。じゃあ、ちょっと待ってください。迷路に変なもの配置するんじゃないよ。おー、なになに？迷路関係あらへんやもん。だからだ、だからこの横も乗れたんだ。いやーすごい発想が。 3D なんだっけ、なんかあったよねこれ、こういうゲーム。キノピオだ、キノピオのなんか味方によってこういけるみたいな、あれ思い出す。なんか表紙みたいなんだよな、のんのんとか、なんかそういう、なんだっけ、メンズのんのみたいな。のんのんはなんかすごいのんたん感がある。
絵本とかじゃないですか。うわ、これ落ちるわ。いやー呪いの館みたいな声で今。最後よし、このステージっていうかこのサイトを終わらしたいっていう感じはありますよね。きらめきの高台にヘビブロックが伸びる。おすすめに行きましょうか、せっかくなんで。無料じゃん。言わないといけないよっていうか、言っちゃわないといけないよっていうのをちゃんと教えてくれてるんで、こう FPS に大事な要素をちゃんと教えてくれてますよ。何やった？怖い、このゲーム。ドキドキする。この小さなことだね。
俺の服が悪いのかもしかして。変えてあげないといけないんだな多分きっと。買い替えようちゃんと。買いそうだわ。よしこれでラストかな。ここのサイトは夜間が鉄夜間みたいな、オルタナに封印された輝く器。それは扉の先へたどり着きましょう。ボス戦あるのかな。タコアサ DJ みたいな感じで200もくれんじゃん。僕の方に強い反応力出ちゃった。待つんじゃお、お前さんなかなか腕が立つと。わしらの手下にならんか。そしたらお宝半分くれてやってもよいぞ。なるほど、さすがバンカラムンじゃな。言葉のぞいらん、拳で語れというか。イエローウツボカモン。そーら、祭りじゃ。一の場合サミダル。やばいやばいやばい。
る。こりゃまさかここまでの腕前とは。これでスリミ連合に勝ったと思うなよ。なんか偽物語のなんだっけ、あ、吸血鬼の女の子にすごい勝手に声が当てられてなのじゃったって、あの感じがそうなのかこれ。いたっけ、謎のアイテムをもらえたな。じいちゃんいなかったみたいだね。取りもいただいたお宝ここに置いとこうか。確かに応答されたし。あ、おじいちゃんからの通信。ちっちゃい今どこにいるんだ。お主ら無事じゃったか。ここは真っ暗でようわからんが狭い部屋のようじゃ。何とか脱出できんか試してみるわい。こっちも探してるから無理せんようにね。何かあったらすぐ知らせて。次の反応を調べると行ったことのある館にはメニューからジャンプできるからね。よかったら使ってみて。おお便利ですね。本当にわからん。最初のエレベーターだったらもう指令は何も言っとらんよ。最近ストロー活動多かったからチームで言うのにヒーロー装備、そうだヒーロー装備強化して今回終わりかな。とりあえず解除しましょうか。ちょっと待って横か。まあいいか。インクの中に潜伏すると敵アイテムなど近くで重要なマッチの敵が多いですね。どうする？地面をイカダッシュしたときにインクが飛び散らなくなります。いやこれかな。小邪気は俺の一番の相棒なんで小邪気をパワーアップしたいっていう。でこれが結構、まあ、あとイリコリウムがあればみたいな。地面を乗りながら進んだと爆発するボムです。ヒーローシューターの練習速度が上がる。もうマーキングできるの敵のインクで壊れたスーツになりそうだから、小邪気が敵に当たるダメージが大きくなる。なるほどね。アーカイブ、オルトマログ。ログ2がある。生き残った人類は同じ過ちを繰り返さぬよう、聡明な科学者たちをリーダーとした。科学者たちは人類の生活を支えるシェルターとして大空洞を整備し、その地を大の地球、オルタナと名付け、かつての地球にせようとした。あ、これがじゃあ、今いるのがオルタナの大の地球なんだ、ここは。オルタナの建造過程においては 3D プリンターなどの最新技術を用いることで地上に存在したものの複製を作り文明を再現していった。いる？モアイ。また知識や技術が二度と失われないよう、強固な情報管理システムの構築に着手。オルタナで行われた活動を自動でアーカイブ化する自立思考型記録コンピューター、インテリジェントレコーディングコンピューターオブオルタナを開発し運用を開始した。なんかね、まあどういった結末になるかわかんないけど、最近見てる、まあ、見た漫画でいくと「トラツグミ」っていう漫画があるんですけど、それにちょっと近いものがあったりするのかなって感じがします。
トラスーミはもっとなんていうんだろう、ウイルスに対処するために人類の遺伝子をこう書き換えてるみたいな感じなんですけど、まあ、そんな感じとはちょっと違うのかなと感じがしますよね、このストーリーは。なんか第3次世界大戦が起こって、結局地下に逃げ込んで、で上はこのイカとかタコとかの世界になっちゃったみたいな、海の生物の世界になっちゃったっていうのがあるんで、人類がどういう進化を遂げたのかによって、まあ、結末を迎えたかによって、まあ、意味合いが変わってくるなっていう、そこちょっと気になりますね。これ追いたいですね。ということで、今回ここまでさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。